この状況はどうにも不可解です。異様な行動をとっている住民たちは皆夢うつつの状態ながらもバウスリーを称えている。このことから彼らがバウスリーの操る魅了を精神支配の術にかかっていると見て間違いはないでしょう。しかしかかり方に差がありすぎる。確かに魔法への耐性は個人差がありますが、これほどには。やはり何か尋常じゃない事態になっているようだね。ありがとう。君が先行してくれたおかげでこちらは難なく近づいてこられた。もっともこの様子では気づかれることを警戒する必要もなかったのかもしれないが、大積み食いの気配はどうだ。ユールモアの最上階あたりにかなり強大な積み食いがいるのを感じます。ただ大井戸の時と違ってなんだか異質な気配なんです。純粋な積み食いとは違う、混ざり合ったみたいな。あれが大積み食いかどうかはもう少し近づいてみないと。今度こそアルフィナさんか。カイシル、君どうしてまだこんなところに。見回ってたらゲートタウンの様子を伺ってる怪しいやつがいたのよ。それで声をかけてみたら、よりにもよってアルフィナさんとか言うもんだからとりあえず連れてきたわ。あの、実はクリスタリウムに情報を投げたのは俺なんです。ユールモアから逃がしてもらった後よそに行くことも考えました。でも仕切り直す前に恩を返したいと思って。コルシア島なら慣れてるから隠れて暮らすこともできます。それで潜伏しながらユールモアについての情報をクリスタリウムに、アルフィノさんたちに送ろうって。そうだったのか。君の勇気に感謝しなければいけないね。ということはお前はこの集落を見ていたんだな。異変が起こった経緯も。少し前飛空艇がユールモアに戻ってきました。そしたらバウスリーがここまで聞こえるような声で騒ぎ出して、役立たずとかそんなことを言っていた気がします。とにかくとても怒っているようでした。おそらくその飛空艇は軍を乗せていたのでしょう。アムアレーンの大積み食いを倒されたことについて立腹したのではないかと思われます。その怒鳴り声が収まった後、何か暖かい風みたいなものが吹いたんです。その後から一部の人の様子が、俺の知る限りでは昔からここにいる人の方が変になっている気がします。ふむ、古参のものから。ちょっといいかしら。気になるものを見つけたからリーンにも見てもらいたいの。ここの住民たちの食料だそうよ。それメオルですよね。ユールモアから配給されてる。まさかこんなことって。
今ならわかります。これは、これは罪喰いです。罪喰いの体です。やっぱりね。これを口にしたところで、正常な人なら自浄作用が働いて罪喰いにはならない。それでも長年繰り返していれば、その身に影響が残ることもあるでしょう。バウスリーが罪喰いに命令できるならば、罪喰いに近づいてしまった者もまた彼に従いやすくなるのかもしれません。それであれば、メオルを食べてきた古参の者から異常をきたすのもうなずけます。何よ、何よそれ。罪喰いを呼び集めて食料として配ってたってこと？いつか体がおかしくなっちゃうかもしれないのに。そんなのどうかしてる。罪喰いになりかけて仕方なく命を絶った人だっている。なのに。罪喰いを呼び集めて、どうかそうであってほしいと心から願うよ。ユールモアに潜入した時に聞いた話を覚えているかい？君が薬師から聞いたという言葉だ。あの町には多くの者が招かれる。だが出ていく者は。終わりにしよう。あまたの犠牲の上に築かれたバウスリーの楽園を。動機に一縷の断りがあったとしても、生きとし生ける者の尊厳をもって彼の行いは許しがたい。大罪喰いの候補も都市内にいるんだ。突入には賛成しよう。ただユールモアの強みは入り口が限られていることにある。こちらの顔も割れているとなると、秘密裏に侵入は難しい。正面切っての対決にならざるを得ないだろう。だからお前が号令を。それに合わせて全員で突入だ。私の人形ではないものがこの楽園に踏み込んでいる。あいつらだ。また私を邪魔しに来た。混沌を引き連れて。嫌だ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 。あいつらをもう私に近づけるな。敗北続きの軍だけじゃなく、市民まで盾にして自分を守るか。見下げ果てた根性だ。ここ敗戦街はゲートタウンよりも古い。バウスリーに操られる者の数も
ずっと多いはずだ。だが彼ら自身の意思で戦っていないならできるだけ傷つけずに済ませたい。ほら絶対そう言うと思ってた。あなたとアルフィノはとにかく都市の上を目指して、私たちは市民たちを抑えながら援護で回るわ。Thank you.
我が主ならば変わらず頂上の執務室よ。そこが主の最後の楽園。なれば進化は命を懸けてそれを守らねばならぬ。格別な理由も妖術も不要。我はただバウスリーの掲げた理想を良しとしたのみ。人は人である限り、そして正しくあろうとするほどに戦から逃れられぬ。なればこそ正しくなくただの人でもない、そんな男の掲げる平和に賭けたのだ。我はユールモアの理想に準ずる一兵、貴様は相対する反逆者。構えよ、いざ決着をつけようぞ。
たどり着いたぞ。観念するんだ、ドンバウスリー。ノルブラントはもはやお前をいただくことはない。これまで欺き愚弄してきた人々に心からの贖罪を。そして願わくば今度こそ人を信じ、皆が未来に進むためにその力を使ってほしい。違います、オルフィノさん、これは違うんです。人だけど人じゃない、大津憎いの気配が混じっています。食材、みんな、未来、何を言っているのだね。私は秩序、私はルール、私だけが絶対の正義、私は人をすべ、罪食いをすべる。全部、最初から決まっていたことだ。世界は私に救われるためにこういう形にできている。だからうまくいかないことなんてあるはずがない。私がおい追い詰められる。ない、必要ない、理由がない、罪などない。私は愚かな人を導いてやる、誰より正しく利口な王だ。こんな下賤なクズどもに侵されていいわけがない。そうだ、やり直さなくては、作り直さなくては、私の楽園を。Thank you.
ってくれ。あれはコルシア島の最高峰グルグ火山。断崖の先にあるから焦って向かってもたどり着けない。だからまずこの町のユールモアの民を助けさせてはくれないか。アルフィノ、あなた。頼む。戦いに巻き込まれた人の応急処置だけでも構わない。ありがとう。やってみないと分かりませんが、バウスリーの精神干渉が罪悔いとしての光の力によるものならば、私でも解除できるかもしれません。お手伝いさせてもらっていいですか？もちろんだとも。頼りにさせてもらうよ。そうと決まればパパッと手当てしていきましょう。襲ってきた人たち、多分まだ下で転がってるわ。